はい、こんにちは。こんにちは。フォーティーンワークス。今回はですね、新しいウェッジ FRZ について解説していきたいと思います。まあ、この動画をずっと見てくれた方は、その FR プロジェクトという今の技術でスピンがどれだけかかるんだという動画を結構何本か撮っていってて、まあその最後に、まあちょっとそのすごい技術が入ったウェッジを今のルールでできたら作りたいなと、ということで発売に向けていきましょうと終わったんですけども、今回それが出来上がりました。で、今回はですね、その話をしていきたいと思うんですけども、はい。2010年に新溝ルールが施行されて、それまで、すごい激スピンで止まってた、MT28 から来た、角溝、これが使えなくなってしまってですね、それが2010年なんで、V4 ですね。そうですね。はい。MT28、V4 までが、旧溝で、V5 から、新溝ルールになって、まあ、そこから V5、はい、RM11、はい、RM12、RM21、RM22、はい、で FHV1 で RM4。そうですね。そうだよね。まあ、それ以外にも DJ とかいろいろありましたけど、メインのところは、まあ、派生モデルは、はい。まあ、フラッグシップモデルは大体新溝になって、もう6台ずっと同じ溝で作っていて、はい、なので、まあ、今の、技術の進化とか、まあ、14年間新溝でやってきて、その知見を生かして、さらにもっとスピンがかけられる状態にできないかというのを考えて作ってきた FR プロジェクト。まあ、それの集大成が FRZ ということになっております。なので、その辺をまあ、いろいろなそのスピンがかかる要素っていろいろあると思うんですけども、まあ、その辺を開発者の黒沢さんにお話ししていただこうと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあこの FRZ、 そのスピンがかかるための要素、これって何？溝？あとフェース面？はい、ソール？はい、あとは重心って言っていいのか、重量配分みたいな。そうですね。じゃあまず溝の話からいきましょう。はい、もちろん今までもギリギリで設計してたんですけども、うん、ある程度その工業製品なんで、ある程度幅を持たせていたんですけども、はい、さらに今回は数値を突き詰めていって、はい、理想の、ギリギリの本当今の現状の本当のギリギリを突き詰めていったと、はい、っていっています、はいはい、溝がそのギリギリあって、で次はフェース面、はい、フェース面も、今までもスピン性能という分では申し分なかったんですけども、うん、まあ、例えば台が違う、うん、例えばあとハザードで、うん、砂を噛み、うん、草を噛み、うん、あとはまあ水ですよね、うん、まあ、そういう時にベストな状態の時と悪い状態の時 の、 そのスピン性能の差っていうのが、うん、結構出てしまっていたので、うん、それをなくすための、うん、策として、今回レーザーを採用しています。昔からやってたのはそのミーリング、はい、鏡面ミーリングして、はい、もう本当に溝が、ま、なくなるように真っ平らにして作り続けてたんだけど、はい、じゃあ今回のやつはその最近 の、 そのレーザー技術というか、はい、まあ、そういうのを組み込んで、まあ、排水機能みたいな、そうですね、どっちかというと安定、スピンが安定するっていうところのためにそのレーザーでフェース面を仕上げたっていう、はい、あ、なるほど。今までとは全然そこが違う考えだよね、はい、以前の角溝 の、 その機能として、うん、例えば、ラフとかで引っかかった時に、うん、まあ、芝の影響を受けづらいっていうのも角溝の機能としてあったので、うん、まあ、そういう部分をレーザーで補えれば、うん、そのルールでなくしちゃってこうなくなったものを他のものでこう補って、はいはい、現場のやっぱり実際の、芝生の上とかで打つとやっぱり芝が入って噛んだりとか、まあ、砂が噛んだりしちゃうんで、はい、まあ、そういうのが全くない状態、多分ナットの上とかだとその鏡面ミーリングっていうのがすごくその接地面積が大きくなって、はい、あの反発が、スピンがかかる要素に、そうですね、跳ね返ると思うんですけど、もう極端な話、溝がなくてもスピンがかかる、 そうだね、それはもう実験で、はい、ね、その実証済みなんで、ただやっぱり現場ではやっぱり砂とか、ね、芝とかが噛むんで、まあ、その辺をちゃんと
そのリアルに使いやすいというか使えるというところでその新しい技術を使ったと。はい、はい、でその次はじゃあウェッジの重心、はい、パッと見ると今回のやつはこの先の部分が薄くなってるんで、まあ、多分ここにミソがあるのかなと。そうですね、うん、その辺はこんな感じなんですか。まず重心としては、アルファ、うん、RMW、まあのメッキの分とメッキの、うん、その時に、かなり重心をこう新しい考えで取り入れてるんですね、うん、それは、まあ、従来のこう球を殺して打っていくっていう、こうアプローチではなくて、はい、アイアンのその打点芯に重心が近いようにこうコントロールした、うんうん、まあ、もちろんそのためにこうちょっと遠側にボリュームが出てるような、重心設計だったんですけども、それを今回その FRZ の、プロジェクトでいろんなクラブを検証して、まあ、以前のクラブ、うん、まあ、最新のクラブを検証して、まあ、ベストな重心に、まあ、今回特にテクニックも使いたい、うん、はい、スピンをかけたいということなので、はい、最適な重心を探っていって、まあ、結果としてヒール寄りに重心を再配置して、うん、それで再配置した後に重心っていうものはそこまでその急激に動くものではないので、まず行けるところまで重心を動かしてから、そこから実際その打点が当たる位置に対しての重量バランス、まあ、例えば重心は同じ位置でも、うん、打点に対してこう重い部分、重量がどこにあるかっていう部分でだいぶこうインパクト時の球の安定性っていうのが変わってくるので、うん、まあ、そのベストの位置を探っていった結果、こう遠側を入れていて、うん、こっち側に、そうですね、うん、厚みを持たせた、はい、そうだよね。だからアルファなんかとは全くちょっと逆の、真逆ですね、考えってことですね、はい、うん、じゃあ最後にソール、はい、今回、4タイプ、はい、4種類のソール、はいはい、スタンダードソールがまずメインであって、はい、まあ、それに対して、テクニックを使いたい、開きたいっていう要望に応えるためにトーヒールを落としたタイプ、はい、これはスタンダード、ね、そうですね、はい、それがスタンダードであって、まあ、これがオーソドックスな、今までも似たような形を採用してたのもありますけども、うん、はい、さらに、この重量配分にあったように合うようにソールを改めてチューニングしてます。はい、次が、H ソールと T ソールですね、うん、はい、これ実は H も T も同じ考えで、トーヒールが当たらないように、はい、なおかつトーヒールを落とした状態でベストな性能が出るように設計されていて、うん、基本的に分け方としては、うん、H の方が、うん、バンスが少しあるタイプになります、はいはい、で T の方は、バンスをかなり低くして、はい、開いた時にバンスがさらに当たらないような、うん、性能になってますね。なるほど、 T の方がちょっとシビアなとかそのソールがあんまり当たらずに、はい、まあ、すごいシャープに打てるというか、そうですね、うん、テクニック使いやすい、はい、っていうことだよね。で H の方がそれもう少し優しい、はい、ソールが当たって、まあ、ちょっとミスを助けてくれるような感じで、はい、でこれが W ソールです、はい、こちらはもう全くちょっと別の考えで、はい、今まで RM22 とかでもワイドのモデルが一番あったんですけども、はいはい、まあ、それのちょっとこうさらに進化したような。そうですね、この S と比べると全然ソール幅が違くて、はい、もうこちらはバウンスを当てるというよりも、うん、もう滑らせて、はい、でなおかつちょっとこう重心も、うん、他のモデルとは変えています、うんうん、変えてる、低重心でかなり下の方に体幹でも、ソールに対するボリュームっていうのがあって、うん、かなりこうスピンに寄与する、もしくは難しいライン、うんうん、まあ、テクノロジーっていう感じではないですけども、はい、ちょっとこう変わった要素を盛り込んだウェッジになってます、はい、あ、で重量もちょっと普通の重量帯とはちょっと変えているので、ね、
だこの4種類の中で一番どっちかというと優しい、はい、って言っていいのかな、優しいけどスピンがかかる、そんな夢のような、はい、ソールなのこれ。あのもちろんうちには FRZ、RM アルファ、DJ、 難しいから優しいまでいろんなモデルがあるんですけども、はい、もうそれのどちらかというと DJ 寄りのこう間に位置する、うん、はいはい、モデルになります、はい、じゃあ W が優しくて一番 T が難しいっていう感じだね、はい、まあ、この辺はちょっと後でまたコース行ってみて、はい、試打してみてリアルな感想をまた伝えたいと思います、はいはい、まあ、こんだけソールタイプがやっぱあるから、そうですね、ある程度やっぱりそのいろんな、はい、なんかスイングタイプ入射角に対してこう選べるっていうか合わせられる、はい、スイングタイプに合ったモデル使うのがやっぱりいいソールの当たり方して、でいいソールの当たり方するとよりスピンがかけられるということになるという、はい、フェースの性能が良くて溝の性能が良くても、うん、その人にソールが合ってなかったら、うん、それはそうです、それが活かせないんで、うん、そうです、まあ、今回はそれぞれのタイプにこう、うん、ベストなソールにしてますので、うん、はい、その中から選んでいただいて、うん、いい感じにできてますね。じゃあこれを早速じゃあちょっと計測してもらって、はい、はい、ちゃんとできてるか、はい、はい、お願いします。お願いします。まずは重心の位置を、やはり数字上はそんなに変化はないんですけど、うん、安定してますね、いつもより。これ W とかはあれなの、また違うの全然。重心の位置はあの変わりますけど、数字上はそこまで、そこまで変わんない、あの本当に変わらないんですね、うん、その代わりそのボールが当たったとこに対して、うん、W はボールがの打点に対して下の方に重量があるんですけど、他のモデルはどちらかといったら、うん、W に比べると上の方に重量があるんで、うん、その辺の違いっていうのが、うん、特にインパクトの時に、うん、変わってきますね、はい、そりゃそうだよね、こんだけソールの幅が違うと、はい、重量が全然違うもん。これも重心の高さですね、はい、僕が14入ったのはちょうど MT28 が出た時だったので、もうそれをテストで最初に角溝のやつを打った時に衝撃が走るぐらいすごいスピンだったんですよ。重心角を測る、それがちょうど入社した時です。だいたい2年に1回ぐらいのペースだったんで、8年ぐらい入社してから旧溝で、そこから新溝ですね。もう実は1回テスト打ったんですけど、めちゃくちゃいいです。すごい使いやすいし、スピンもかかるんですよ、はい、すごいフェースに乗ってスピンがかかる感じがかかるんで、すごい使いやすいです。 FP 測ります。この状態で重心距離測ります。次に深さを測ります、はい、おお早いね、そんな浅いんだ、はい、すごいウェッジって浅いんだね。終わった、はい、はい、終わりました、ほぼほぼ設計値通りで問題なく、はい、出ていますね、はい、まあ、受信距離も、またこう短い方に寄っていって、はい、まあ、これ以上短くしてもあれなので、うん、ちょうどいいところで止まってると思います。そうだね、はい、うん、いい感じでできてる、はい、はい、特に問題はないですね、はい、はい、分かりました。あとは実際打っていただいて、そうだね、自分に合ったソールでこう楽しいゴルフをしていただければなと思います、ね、ところで仕上げは、はい、この、
メッキのモデルと、はい、あともう一つあったよね。あります。ある。出します。出す。出してくれる。 あります。あ、隠し持ってた。はい、メインはメッキ処理の、はい、パールサテン仕上げなんですけど、はい、こちらは、ちょっと新しい仕上げで、まあ、呼び方としてはスモーキーサテン仕上げ、はい、パールサテン仕上げに対してスモーキーサテン仕上げ、はい、でこちらはメッキじゃないです。今までブラックエディションって言われているものは、うん、まあ、黒メッキだったり、はい、DLC だったりちょっとこう素材でくるんでるっていう感じのものだったんですけど、今回はどちらかといったら QPQ に近い、はい、表面処理して、表面処理して熱処理して、ノンメッキのこういいところを残しつつ、うん、錆びにくくしてる、はい、ヘッドになります。うーん、で特に今回こだわったのはこの何て言うんですか、風合い。うん、今まではなんかそういうモデル、前も熱処理にしたモデルってあったよね、はい、それは確かなんかすごいマットブラックとかもう真っ黒しか見たことなかったんだけど、ね、はい、これはそこからもうちょっとこう色がそう落としてあるというか、そうです、ちょっと風合いが違う感じだね、はい、目指したのは今まで、うちでノーメッキを黒染めしてた仕上げ、うんうんがあったんですけど、うん、それの感じを、うん、はいはい、出したくて、はい、少しこだわって、うんうん、作りました。いい感じの風合いになってるんじゃないで、特徴としては基本ベースはノーメッキなんで、メッキがかかってない状態なので、フェースはどちらかといったらノーメッキに近い状態。あ、フェースは、はい、うん、レーザーはしてあるんだよね。はい、レーザーはしてあります、はいはい、なのでこちらはご使用状況によりちょっと周りよりも錆びやすくなってます。うん、あ、フェース面だけ？はい。だから他のメーカーさんでいうフェースだけノンメッキ状態っていうのがあると思うんですけど。に近い。それとそれのうちの回答がこれですね。いや、いい感じです。はい。で、これが普通のメッキモデルは。はい。9月の6日発売、はい、で進めております、はい、この黒モデルは1ヶ月遅れ、はい、1ヶ月後の発売となっております、はいはい、じゃあこれを、実際にコースに行って試打していきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。